帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様。どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。莫大な霧が眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があればもう一度時空を操ることも簡単に。おかえりミラ。もうこんなところに用はないわね。強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗るまい。俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。限界を超えた反動がオーバーしてる。止まりなさい、ギラ。それ以上は不正よ。よし、私の声が届いてない。このままじゃコアが暴走して、この宇宙ごと吹き飛んでしまう。いえ、先ほどの爆発になるとわからない。爆発が次元を突き抜けて、言われてもしまう。仕方ないわ。ちょっとあなた、ミラを早く止めないと友倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。よし。
自分でリミッターを外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え、自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。こやつは時たちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。早くどこかに逃げるんじゃ。諦めんな、まだ早いよな。お前たちの強さを尊敬している。だからこそ倒す。なっ、信じられない人のパワー、ゴッグー。こいつの野郎が瞬間に顔で入ってくるんだ。おい、見るなよ、じっちゃん。ギレーとかなんとか、オラにはよくわかんねんし、こいつがどっちもねえのもよくわかってるぞ。もう、俺は戦わねえ理由にはなんねえ。よし、こいつと戦ってると、ワクワクしてしょうがねえんだ。嬉しいぞ、ここまで食い下がってくれる。もっと、もっとあがいてくれ。聞いてんのか、こっちもこのパワーでやってんだけどな。何？いい戦いだった。悔いはない。